どうも皆様こんにちはです。今日は車で来ました。今日2021年5月の8日58ね。なんかさ、最近私愚痴が多いでしょ。うん、うちの妻のね面白いお話聞いちゃった。あの今さ、ほら田植えの時期でしょ。田植え、ほんで田植えもいいんだけどもさ、あの老人介護って大変なんだね。介護、相手は70歳ぐらいのおばあちゃんらしいんだけどね。うちの妻が言うのよ、こういう話があったって、ね、実家の70歳ぐらいのおばあちゃんがね、あの息子さんの嫁さんに電話すんだって。こう電話ね。ほんでおばあちゃんがお願いするわけだよね。明日田植えだから手伝ってきてくんないかなってさ、嫁さんにね出ますよね。そしたら嫁さんは明日はちょっと都合悪いんで行けませんって言ったらしいんだけど、おばあちゃんはあ、そう来てくれるのね、ありがとう、カチャッて電話切るんだって。70歳のおばあちゃんがさ、頭がボケてんのか意地悪されてんのかさ、区別ができないって言うんだよね。区別だって明日行けないって言ってるのに、あ、来てくれるの、ありがとう、カチャッね、それがね、介護なの、介護、老人の介護、もう それで行くしかないよ。あのボケたふりしてね、断られたらは明日買い物に行ってちょうだい、これ買ってきてちょうだい、明日はちょっと行けないんだけどもね、あ、行ってくれるのね、ありがとう、カチャッと切ればいいの。これ最高。うん、そういうふうにしましょう。ボケたふり俺もその手で行こうかな。いちいち機嫌取ってられないもんさ、あの嫁さんの機嫌。お、簡単それでね、その私のね、もうめんどくせえから、みんな「はい、わかりました」って、それで済ますの。説明すんのめんどくさいでしょ。病気がだろうからさね、酒飲むなとかさ、栄養何本食えず、はい、わかりました、はい、わかりました、全部はい、わかりました、はい、わかりました、あの看護婦さんにさ、はい、腕をまくってちょうだい、注射しましょうね、はい、わかりました、全部はい、わかりました、痛くない、はい、わかりましたで、老人の言葉、はい、わかりました、あんまり酒飲んじゃダメよ、はい、わかりました、酒は今月はこれ一本で終わりにしてね、はい、わかりましたで、それで自分でバイクで帰り行けばいいんだからね、はい、わかりました、寝静まってから酒をちびちび始まって、はい、わかりました、これ本当に嫁さんの話はおもろい、もう爆笑、聞かせてあげたいよな今度な。
自分の会社あることのそれを面白く話しするのよ。派遣を切ってね、派遣会社を切ってそのシルバー人材センターからその人を呼んだって話でね。そんでほら日本人だから仕事は丁寧なのね。丁寧でも超遅い、超遅いんだけど、それであれから1ヶ月経ったんだけど だいぶ覚えたって、うん、言ってたよ。大したもんだよあれさ、すごいってさ、仕事がパッ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 、次が次がさ、だってみんな老人会だからさ、パッパパッパやってさ、超すごいって今上達しちゃってさ、覚えもいいんだわな。正しいがんのね、正しい、明日町内会だから休みますとかさ、休みが多いって、明日町内会があるから休みます、だから日程が決まらないのよ。それさえなんとか解決すればまあ使えるってさ、あのシルバー人材センター、老人パワーよ、要するに老人パワー、それも日本人のね、あの外人じゃないからね、日本人のシルバー人材センターだよ。最初はしゃあないのね、誰だって仕事はわからないんだからね、超遅いゆっくりやるからね、ゆっくりやって、だん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 で、ね、スピードが毎日上達ぶりがすごいってね、判別もさ、ざーっとさ、たったかたったった、大したもんだってさ、うん、本当このね老人パワーを利用したものが勝つからね、最終的には。うん、で今日はね、私酒飲むでしょ、いやそんなにグビグビ飲まないけどさ、私朝昼晩ってね、あのビタミン C 飲んでるのね、ビタミン C を買いに行きます。アルコールを解毒するのはね、この肝臓だからね、肝臓を鍛えないとさ、それにはビタミン C なの、ビタミン C、 うん、それを買いに行きます。そのついでに今日はここでこれ配信してんだからね、周りもさ、あの田植えとかね、ほんで不思議と こっちが田植えでこっちが麦畑になってんだよね、これね、両極端、季節が2つあんの、こっち麦畑、ほらほら、ね、そこでこっちはほらあっちで田植えしてるでしょ、田植え、この奇跡の場所がね、不思議なんだよね。ほんでこれ知ってるんだよね、この今田植え して水張ろうとしてるよね、これはね牛の穀物を作りますね、牛さんの餌、なんか背丈が高くてさ、なんかおかしな、あコシヒカリでもないしさ、おかしなと思ったから、試しにそのおじさんに聞いたらさ、これは牛さんの餌作ってんだよっつってね、餌、穀物が高いからだよ、うん、そしてこっちは麦畑だもん、これいい、この麦ってあるでしょ、これね、映ってっかな、この麦ってさ、これ背丈が短いでしょ、
背丈が短くて身なりがいいのね。身のなり方が全然違うんだよね。そんで台風来てもね、風で倒れないの。この麦は、この麦を開発したのが日本人だからね。日本人、これを今全世界で使われてるんだからね。だって風で倒れたらばさ、あのアメリカのさ、あの麦のあの自動ほらガラーって収穫するでしょ。それが使えないんだよ。だからこれ風でも絶対倒れないようになって、そういう麦の品種なのこれね。大したもんでしょ、日本人って。これを作ったのがね、日本人の。大したもんだなと思ってね。さすが日本人だよね。というわけで、老人協のお話はね、老人介護は大変だと、ボケてんのか私いびられてんのか区別つかないっていう話ね。ボケてんのか私いびられてんのかでも そのばあちゃんは70歳だから、ボケてはいないと思うんだよね。明日行けないっつうの。あ、来てくれるのね、ガシャン。これよ、この方法。今日もバックの賛成。これ、エアポッツ。外します。落っこっちゃったらどうしようもないんだよ、これね。あと、昨日これ100円ショップでこれ買ってきます。これ、クリップ。クリップね。このクリップが一番使いやすいね。あの 線をこうまとめてこうクリップするやつ。これ3つで100円、あ、3つで100円ね。これを2つ買ってきましたね。2つ、ほんで線をまとめたり、あとあのほら USB の線とかさ、ガシャガシャガシャだったからピタッとこうこれでこういうやつさ。それでこう倒れそうなものにはね、こうかつこうこうに挟んで、挟んでこうにこうやっとけばいいの。こうふうにこうこういうふうにね。これ楽器で使えないのかな、ほら楽器でさ。いや、ふばさみは持ってんだけどね。これ便利ですよ。これ便利。3つで100円ダイソー。今日もバックの賛成。走ってきました。もう朝晩ね、走り降りしてからね、ぐるっと小走りしないと死ぬからね。心拍数もさ上がってさ、だからほらむくみも取れてきたでしょ。だから必ずね、自撮りをすることだろ。自撮り、自分の自撮り状態が分かるから。そんで1日3食は食べない。 2食でいいわ俺。ほんと頭も空なきゃなんないけども、私はこのまま通すつもりです。どこまで伸びるか。クエン酸と重曹でさ、ほら炭酸水作ってね、
あれ炭酸水で頭のじゃガシャガシャガシャ、耳の裏もさ、この辺も全部炭酸水だろ。こうピロッと食べるとね、酸っぱいんだよね。あのクエン酸だから。ほんで足もさ、洗面器でガボッと突っ込んで指の間も全部洗うの。ザーッとして、うん、綺麗になったらね、水虫も取れるわね。ほんで今重曹で、で今まで使って、昨日まで着て、昨日一昨日まで着ていた、うん、服を漬け込んでおりますと、雑巾みたいな水が出てくから、雑巾真っ黒だって、真っ黒本当。それを普通の洗濯機で洗うと新品同様。はい、というわけで今日は終わり。はい、さようならね。そのうち水はめになるからね。だって暑いから半袖になるでしょ。ここ半袖着てんだけど持ち上がれんだ、ここまでだ。筋肉がパンパン。うん、ほら、これこう、こうで後方についてね、あのケツ振り運動するとこうやって、こうふうになって、こうふうになって、それを連続こう、そうすると背骨が曲がってたら修正するから、こうふうにさ、こうさ、クッ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 クさ、背骨が曲がってたら修正するから、まあ、それ終わったらば、こうやって超高速腕立て伏せ270回やるんだからね。ほんで腹筋が150回、うん、あのテニスボール2つあるでしょ。テニスボール2つをガムテープで巻いてね、巻いて、この後ろ、首の後ろを奥のこういうふうに、こういうふうにカタッとこうさ、そうするとストレートネックの人はね、ストレートネックの人はこうなってて、こうなってっから、これが首、その頭に、その上に頭があるんだよ、あのボーリング玉一個のさ、ね。だからテニスボールを2つを組み合わせてさ、ガムテープで巻いて、その首の上、そのボールの上に乗せるの、こうで寝てごらん。ちょうどこの首がこうなって、こう うまくこうふる、このボーリングの球を支える形になるから、自然とこうふに、うん、あれ、うん、そうするとね、関節ってあるでしょ。その間にその軟骨みたいなのがね、そうするとそれがこう引っ張られてね、水分が入るから、スッ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 とさ、ね、そうなると今度あれだよ、あの首が伸びるから、こうツーッと3センチから5センチぐらいね、身長高くなんだからね、その水分の影響で。だからストレートネックの人はね、そのテニスボールをくっつけてこうさ、後ろにあってこうやって寝ることを勧めます。それはとれとく、要するにスマホのやりすぎ、気持ちいいから、はいはい、とこういうストレートネックがこうなるから、ちゃんとこういうのは、こういうのはこういうふうに
ちゃんと S 字を書くようになるからね。これがここがこうで、その専門のね、この ストレートレッグをね直す専門のあの人なんて言ってたかな、言ってた。別にね、うちの病院に来なくても治療はできるって。そのテニスボール2個で、確かにその人にやってもらうとね、一発なんだね。こうやってさ、ここに揉んで、こうやってさ、こうその人の何かだ、こうやってクキッって言われてね、クキッカシャってなってさ。でもわざわざ遠くから来る必要もないと、このテニスボールでやりなさいって。と軟骨に水分が入ってさ、こう詰まってんだから、こうさ、頭っていうのは3キロぐらいあるんだからね、こう詰まってるんだから、その軟骨のスポンジ状に水分がスッ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 入ってくるんだ。こうスーッと首がブーッとこう伸びるよ、イエーと。うん、これ本当の話ですよ。だから私ね、腹筋運動する前に ここにテニスボール置いておくもん。こうやってこう腹筋運動する時にこうやってパッと置いてさ、こうやってね。あとさ、太い竹、このぐらいの太い竹、まあ、枕になるような竹をこのぐらいのね、それをカットしてね、ホームセンターで行くとさ、あの雨みになった滑り止めのマットあるでしょ、あれに巻いて黒いやつさ巻いて、その材質のこのここのところにこううまく固定してさ、こうタラーンとだな固定して、このクリップじゃない、これじゃないよ、今度長い布団干すやつあるでしょ、布団干すクリップ、それでこうに挟み込んで動かないようにするの、その竹をね。ほんでテレビ見るときとかパソコンやるときは寝そべって、その竹の上にこの首をこうやるのか、これさ、ちょっと気持ちいいんだこれが、またその竹、その竹ちょうどね、太さはどのぐらいだろうね、このぐらいだよ、このぐらい、うん、長さこのぐらい、やってごらん、枕になってさ気持ちいいから。ほんで床で運動する時の滑り止めっていうのは売ってるからね、それを巻いてさ、これでうまく固定すればいいの。でっかい洗濯バサミあるから、売ってるから、100円ショップでさ2個で100円とかさ、あれ一般だよ、うちに、あの長い洗濯バサミ、布団を干すときにこう挟めるやつとかさ、あれいっぱい持ってんの、黄色とかブルーとか、だって使い道いっぱいあるもん、あれ。うん、それでバッテリー固定したりさ、いろんなことできるんだよ、あれ。線をねこ うまくやったりね、重宝しております。さあ今からビタミン C 買ってきます。バイちゃん。